皆さんこんにちは、マリです。ナオです。マリナオチャンネルです。よろしくお願いします。今日はこちら台南風チキンライス、ふわっとオムライスと書いてあるピンさんに来てみました。ここはですね、白川さん早駅に北口ゲートウェイがちょっと来たこの布団屋さんの路地を入っていきます。東京みたいですね。台湾、ね、の東京です。台湾の東京です。はい、ちょっと行ってみたいと思います。はい、ちなみにあちらからも入れます。こんにちは。今日はよろしくお願いします。お店のオーナーです。もう座っちゃった。大丈夫です。ヒーロー。ヒーロー、同級生。はい、もう映っちゃってる、映っちゃってる、映っちゃってる、映っちゃってる。メニューはこんな感じで、何これ、すごい。これは例のやつですか、この葉っぱは。この葉っぱはパクチーというやつですか。パクチーというやつです。例のやつですね。食べられない、食べられない。さっきの看板にあったやつがこれですね。チキンライス、オムライス、ザーサイで卵焼き、ちょっとこれ食べたいんだよ。ザーサイ大好き。なおちゃん、私じゃあガパオで、ガパオライスで、はい、はい、マリカさんは、じゃあオムライスにしよう。普通にプレーンにしよう。オムプレーン、何がパッパってなの。あと醤油とケチャップつけるから。うん、じゃあチキンにしよう。今左下ボイルで、一応これチキンライスなんで、カオマンガイっていうのはタイのっていうことで、はい、うちは本当は台南なんで、今日ネギロック着ちゃった。うちのお店じゃなかった。いつも着てますけど。いつも着た。いつもね、ミージの着てるんだけどさ、私もいつもお会いする時ネギロック、はい、私もネギロック、本当普通ミージの T シャツ着なくちゃいけないんだけど、ミージの T シャツには台南チキンライスって書いてあるんだけど、台南風チキンライスってね、シンガポールチキンライスで、台南チーファーっていう名前なのね。はい、台南チーファーってあんまり知らないじゃん。知らない、はい、なんでカオマンガイそこに入れちゃってるんだけど、結局カオマンガイでもわかんない。チキンライスもそうなんだけど、シンガポールとかその方がさ、ボイルなんだよ。だけど日本人向けにフライが出てるみたいな。やっぱり日本人ってボイルよりフライの方が好き。どっちにしようかな。柔らかい皮が嫌いじゃなければ塩も最高だけどね。皮は苦手です。苦手か、はい、苦手じゃ辛いので笑ってる。メインはオムライスだね。違うよ、メインはチキンライスで。あ、そっちな。だってトップに上げてんだもん。じゃあやっぱいいじゃん。そう、一番上。何だってオムライスはホームページオムライスになってんじゃん。チキンライスだよ。あれ食べまない。何しようかな。食べまないですね。来ました。いいね、ありがとうございます。いいのもいないし、いいな。まずあれ、マルコさんこれさ、これ、ね、今切る、乗せてから分かりました。独り占めしたわけじゃない。違う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 、受けて言わない。あー、美味しそう。これじゃあ取り分けましょうか。スプーンですかね。やだもん、スプーンどうしよう。ありがとうございます。やべえ。せーの、はい、はい、せーの、はい。エコノミー、エコノミーで。いただきます。ガパオの方は、はい、パクチー大丈夫ですか。パクチー大丈夫です。大丈夫なの、すごい。大丈夫ですか。うん、美味しい。ザーサイがまだ今口の中に入ってきてない。これはザーサイですね。すごい、ザーサイに合うんだ。ザーサイと玉ねぎ、すっげー美味しい。うん、ザーサイだけでも全然平気。うん、美味しい。食感がいいよね、ザーサイの。お醤油なじりも全然してますね。美味しい。ザーサイ
最高、うん、嬉しいですね。はい、どうぞ。 ありがとうございます。はい、パパオレ。でも、ニージ振ってきたっけ。ニージ振ってきたっけ。食べたことねえから。入ってる声が入ってるよ。美味しそう。優しい。すごい。ネギ、ネギの香りがすごい。美味しい。最後に大好きな胡椒が来るのがいいかな。最高。この一番左のがネギ油とネギ油、ネギ油と醤油を混ぜたんですか。そうそう、混ぜてた。ああ、なるほど。この真ん中のは何ですか。これレモンダレ。レモンダレ。このこっち。これもちょっとレモンとあの蜂蜜とかで作ったやつ。レモンダレとは混ぜてた。あとこれがチリソースで自家製のチリソース。ちょっと辛めにできた。例のやつですよね、この乗っかってるやつ。パクチー例のやつですよね。これはあのなおちゃんの方に差し上げてもよろしいでしょうか。だってなおちゃん大丈夫って。なんでなおちゃんに聞いたの。ちょっと聞かれてないけど。パクチー大丈夫ですかって聞かれてなかったです。乗ってた、うん、何でも食べれそうですよ ね、うん、ね、これだけはねダメだった。なんで何が苦手なんですか。香りですか。全部全部。三つ葉に似てそうでちょっと違うから匂いも、うん、大盛りになったよ。パクチーが別に大好きなわけではないですよ。ではこれを全部混ぜるわけですね。それを混ぜてかける。最初に混ぜちゃう。あ、混ぜた方がいいね。これを先に混ぜます。はい、オムプレーンです。おお、これはだからお好みでケチャップかお醤油。うん、ケチャップかお醤油なんだ。ボリューム混ぜ混ぜ。ちょっとカットしたりとかしながら、うんうん、まあ、七に合わせてサイズ ね、 結構あるんですよ、量が長そうで。混ぜ混ぜしたのをかけます。チリソース。いい香りですね。いい香り。これをこのように混ぜ混ぜしていろんな感じになりますね。味がきっと。よし、じゃあ行ってみたいと思います。混ぜないのもいいんだ。うまい。美味しいでしょ、うん、混ぜると結構いけちゃうんだよね。うまい。タイ米が半分入ってるからね。あ、そうなんですか。あ、本当だ、入ってる。タイ米が、本当全部タイ米でやってるんだけど、うん、全部タイ米でやるとこの辺の辺がやっぱりちょっと無理じゃん。そう、無理だから、うん、タイ米半分入れちゃうんで。だからパラパラする。そうそうそう。これなんか一気に日本から脱出した感じ。マジで。うん、そうでしょ、うん、ね、ご飯がね、秘密があって、うん、ご飯がすごい手間暇かかってるの。鶏の皮とかさ、鶏を仕込む時にさ、ほら、いろいろ切るやつ、鶏とか皮とか、その鶏の油を取っといて、これ自家製ネギ油なんですよ。これの中にニンニクと生姜をこうやって炒めて、でそれをご飯に炊き込んで鶏ガラスープで炊いてる。すごい。じゃあお水は使ってないから。これみんなどうですか。あ、マジで、マジで。本当はさ、オムライスにはバターライスの方がいいんだけど、うん、そう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 、うんうん、それで炊いてる炊き込みご飯なんで、チキンライスそれとね、でも大米のね、匂いがあるでしょ、ちょっとそれだから生姜とニンニクでだいぶ大米が抑えられてるみたい。大米の嫌な感じがわかんない。そうだから炊き込んじゃってるからね、鶏ガラと生姜とニンニクで。すごい手間暇。すごい。なんか今って今いくちゃん。今いくちゃん。いや
ご飯は食べてないんだから。そっか、そう。もうね、だからね、ご飯がかなり少なくなって、だからランチやめられない。夜はさ、そうやってご飯食べない人が多いじゃん、うん、だから昼間ランチやらないと、こういうのやってるっていうのがわからない。うわー、大変じゃん。そうだね、もう3年もランチやってるのにさ、ランチは混んでるから寄せて、で卵も崩して、パクチー大丈夫？2回目、2回目ジェームがーって混ぜて、1回も確認したかった。ガーって混ぜちゃった。あー、面白い。いただきます。うん、どうですか？美味しいです。どんな味？いきなりエスニックになった？なりました。でもご飯やっぱり食べやすいですね。食べ、美味しいね。なおちゃん、これはいいんですか？入れなくて、この青唐辛子。どれぐらい？一回ちょこっと、ちょこっと入れて食べてみたら。普通の青唐と違ってピクルスになってるから。そうですよね、酸味が。そう、酸味があるんです。どう？うん、美味しいです。ちょっとすっきり辛みが入る感じです。へー、いいな。ということで、はい、しかもね、デザート食べちゃって取れなかった。すいません。笑ってる。お写真がありますので。写真がありますのでね、はいはい、そうです。フルーツもめちゃくちゃ美味しかったですし、うん、デザートありがとうございました。今日はお世話になりました。ありがとうございました。いただきます。お願いします。何かありますか？アピール。アピール。はい、ということで、はい、今日はミーティさんにお邪魔しました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。どういたしまして、おさまつさまでした。ご飯の虜になりそうです。はい、ぜひぜひ。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、チャンネル登録とグッドボタン、ベルマークもお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。またねー。